レオアイに披露された。レオが最初に実行した業務用アプリケーションはベーカリーバレシャンズだった。1951年9月5日にアプリケーションの実行が成功し、レオは1951年11月29から30日に各ベーカリーの経営を評価する業務を完全にコンピュータ化した。レオコンピュータに関する5本の特許がダイエート書館に保管されており、 英図書館のカタログからアクセスできる。レオアイのクロック速度は 500kHz で、ほとんどの命令を約1.5ミズで実行できた。業務用アプリケーションとして意味のある仕事をするためには、多数のデータストリームを同時に処理できる必要があった。そこで、チーフデザイナーのジョンピン・カートンは、複数の入力、出力バッファをマシンに搭載した。 最初の実装では高速ステープリーダーとパンチャー、高速パンチカードリーダーとパンチャー、分速100ラインのタブレーターが接続された。後に磁気テープなどの外部記憶装置が追加された。水銀タンクをベースにした超音波遅延線メモリの容量は35ビットの 2K ワードでエドサックの4倍の容量があった。システム解析はデビット・キャミナーが担当した。 リヨンズは当初は企業の評価にレワイを用いていたが、徐々に給与計算や在庫管理などの業務を任せるようになった。初期のアプリケーションの一つは、毎日の受注データの分析で、午後に店から電話で受けた注文を元にして、夜間の製造が必要かどうかの分析、製造手順の出力、納期の計算、請求書の計算、原価計算、 管理レポートの出力などをこなした。これは世界初の統合情報システムだった。またレオプロジェクトはアウトソーシングのパイオニアでもあった。リオンズは1956年からフォードイキリスなどの企業の給与計算を受け負ってレオアイで計算した。これが大成功を収めたことからサービスビューロー部門にレオ2を1台丸ごと専用で割り当てた。 その後このシステムは科学計算にも利用された。イギリス気象庁は1959年にフェランティ・マーキュリーを購入するまでレオアイを使った。1954年にレオ2への開発が決定し、他の企業からの引き合いもあり、リオンズはレオコンピュータ社を設立した。レオ3コンピュータの回路基板、レオ3の1号機は1961年に完成した。 これは 13.2μS サイクルのフェライトコアメモリを用いたソリッドステートマシンだった。マイクロプログラム方式を採用し、マルチタスク OS が搭載された。1963年にレオコンピュータはイングリッシュエレクトリックカンパニーと合併し、元のレオコンピュータに関与していたチームはバラバラになった。イングリッシュエレクトリック社はレオ3の開発を続け、 高速版のレオ360や、さらに高速なレオ326を開発したが、これらは会社を乗っ取られる前に、旧メンバーが設計していたものだった。レオ3は、全機種とも、マスタープログラムと呼ばれる OS により、最大12本のアプリケーションを同時に実行する、ことが可能だった。ブリティッシュテレコムの前身であるクポテレフォン社は、1960年代、 後半に電話代計算用として購入したマシンを同機種のジャンクを集めて部品を寄せ集めながら1981年まで修理しつつ使っていた。レオでは2つのプログラミング言語が利用可能だった。インターコードは低水準言語のアセンブラのような言語だった。クレオはコボルのような言語だった。レオ3を含む当時の多くのコンピュータが搭載していた機能の一つに CPU に接続されたスピーカーがあり、オペレーターは音を聞いて、プログラムが永久ループに陥っているかどうかを確認できた。また面白いことに、障害の多くは、コネクタの接触不良が原因で、カードハンドルをバンバンと叩くことで一時的に治ることがあった。イングリッシュエレクトリックレオコンピューターズは、イングリッシュエレクトリックレオマルコーニに改名し、1968年に、 インターナショナルコンピューターズタブレーターズやインターナショナルコンピューターズリミテッドと合併した。ダルケース開発センターでは2960マイクロコードで書かれたエミュレーターにより1980年代になってもレオのプログラムがメインフレームの ICL2900 で動作した。近年の新しいサーバーで動作するオリジナルのレオ3用ソフトが実行できる。 近代的なエミュレーターが開発されている。j リオンズが実際にレオで利益を上げることができたかどうかは定かではない。ニック・ペリング氏によると j リオンズはレオアイが登場する前にはすでにほとんどのあらゆる側面から分析されたビジネス情報を人手だけでほぼリアルタイムに管理できるシステムを完成させており、またコンピュータ化による人員削減はなかったという。 また、両コンピューターズ社は採算を度外視していたため、多くの損失を出しており、J リオンズは、資金を援助しなければならなかった。ありがとうございます。